はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、以前あの1週間の食事の動画でもちらっと話してたんですけど、改めましてチャンネル登録者数20万人突破いたしました。ありがとうございます。本当にめちゃくちゃ嬉しいです。 YouTube を始めて約もうすぐ4年なんですけど、やっと20万人を突破することができました。本当にいつもありがとうございます。ということで今回はですね、結構なんかこういう区切りとかで皆さんやると思うんですけど、私もちょっと質問コーナーを久しぶりかな、だいぶ久しぶりだと思うんですけど、やっていこうかなっていうふうに思います。で、もう事前にね、インスタで募集しました。みんなからたくさんの質問をね、みんながしてくれて、とってもありがたいです。ありがとうございます。最近私のことを知ってくれた方も多いと思うので、私ってこんな人だよみたいなのが伝えられたらいいかなっていうふうに思います。では、レッツゴー。コーディネートで一番意識しているところは何ですか？20万人おめでとうございます。ありがとうございます。いろいろトレンドとかはあるので、そういうトレンドとかも私は追っかけていきたいなって思ってる人なんですけど、自分のこだわりポイントというか自分らしさ欲しいなっていうふうに思ってて、最近私気づいたのが、ミックススタイルっていうのがすごく好きなんだなっていうふうに思ってます。例えばカジュアルな格好でも全部のアイテムをカジュアルで求めるんじゃなくて、ちょっと綺麗めなものを足してみたりとか、すごいかっこいいマニッシュな洋服の時とかにちょっとどっか女性らしいポイントを持ってくるとか、いい意味でまとまりすぎてないような格好っていうのが私の中では結構今の気分でもあるので、そういうところは割と意識してコーデは組んでるかなって思います。自分に自信がなくなった時どうしてますか？この質問も結構あったんですけど、私も実際自分に 100% 自信があるかって言われたら絶対そうではないんですよ。確実に欠けてるところはあるし、自分の理想の女性像とか自分がなりたい姿とはやっぱかけ離れてるなっていうところもあるんですけど、なんかそれもそれで自分だし、自分はできるってちゃんと言い聞かせてあげることによって自然とこう気持ちも楽になると思うので、今の自分もしっかりと受け止めてあげて、全て一気にバーンって自信あります 100% ですっていう風に持っていくことは絶対できないと思うので、多分自信がなくなっちゃう時って自分のいろんな嫌なところが見えて、それでどんどん、あ、自分なんて自分なんてってなっていくと思うので、自分のいいなって思えるところを探してそこを磨いてあげるとか、理想と現実の差が開いてしまうと自信がどんどんなくなっていくと思うので、もちろん人間なんてそんなみんな完璧じゃないので、ちょっとずつ理想に近づけていけるような努力をしていくのがいいのかなっていうふうに思います。コロナが収まったら行きたいとこ、やりたいこと、圧倒的海外旅行に行きたいです。もちろん日本が一番好きだし、日本で生まれてよかったなっていうふうにも思うんですけど、やっぱなんか海外に行くことで新しいこう環境にポンって行った時に、日本とは違う文化で育った人がたくさんいたりとか、そういうところで自然と吸収できるものとかもあるし、気持ちのリフレッシュとかにもなるので、なんか悪いことするとかそういうわけじゃなくて、いい意味でハメを外せるというか、海外旅行は絶対に行きたいなっていうふうに思ってます。あとは実家に帰りたいです。姪っ子に会いたい。次したい髪色ありますか？ブロンドにしたいなって私思ってるんですよ。もう髪の毛を痛めつけてやろうと思って。嘘です。1年以上ぐらい多分私ずっと暗いんですよね、髪の毛の色が。で、暗髪も自分的にハマるなって思うし好きなんですけど、ちょっとそろそろ変化が欲しいなって思って、やるんだったらもうバンってもうブロンドぐらいにしたいなっていう風に思ってます。本当髪の毛が心配なので、いつもやってもらってる美容師さんにもちょっと相談しながらやろうかなと思ってます。引っ越して変わったこととかありますか？モチベーションとか。これはもう確実にあります。まず満足度が違うかな。もちろん前の家もすごく素敵だったんですけど、やっぱり今の家の方が自分の理想に近いっていうか、すごくこうなんかのびのびとできてる気がします。なんか窮屈じゃないっていうか、約2年ぐらいずっと同じ環境にいたし、しかも去年なんかはそのコロナがあったりとかしてずっと家にいる時間が多かったので、なんかもうすごい慣れちゃったっていうか、まあ、慣れたからこそのなんか居心地の良さとかはあるんですけど、なんかこう新しい刺激が足りないなと思ってそこで越そうと思って引っ越したんですけど、やっぱり充実度が違いますね。あとはすごいいい切り替えにもなったなって自分自身でも感じてます。東京のいいところ、もちろん地元私愛知なんですけど、自分が育った町なのですごい好きなんですけど、東京も東京でどこにでも行きやすいっていうのが本当に便利だなって思います。この便利さに慣れてはいけないのかなっていう気もしつつ、でも行きたいところがすごく近くにあるし、ちょっと離れたところにあっても電車を乗って
バーって行っちゃえばすぐ着くしっていうので、なんかこう目的を果たしやすいっていうのはすぐ東京がいいところだなっていうふうに思います。20万人おめでとう。気分が落ち込んだ時にすることを教えてありがとうございます。私はすごく都合がいい人間なので、寝たらすぐ忘れちゃうんですよね落ち込んだことがあっても大概のことは寝たら忘れられるので、まあでも時間が解決してくれるっていうんですかね、まあ、寝て忘れることもあるし、あとは例えば何か失敗したとかして、それを自分で後で対処しなきゃいけないっていう時でも、失敗したっていう時のメンタルでもうすごい落ち込むじゃないですか。うわやっちゃったっていうのが落ち込むので、なんか一回ちょっとその気持ちから離れるんですよ。楽しいことを考えたり楽しいことしたり自分が好きなことをして、ちょっと一回気持ちを楽にしてから、また改めてその課題をパッてなんか客観的にじゃないですけど違う気持ちで見てみると、あ意外と単純なことだったとか、あこんなことで私落ち込んでたんだとか、なんかそう思えることもあると思うので、だからそういう気持ちの切り替えをうまく利用することもあるかな。だいたい朝何時に起きて夜何時に寝てますか。だいたい12時ぐらいに布団に入るんですけど、そっから寝るまでがすごく長くって、なんかなかなか寝つけないんですよね結局寝るのが夜2時ぐらいになって、最近起きるのは朝の9時とかに結構起きてます。人生の目標、人生の目標は本当にいっぱいあるんですけど、なんか総合してまとめて人生の目標で言うと、人間って変な話いつ死んじゃうかわからないじゃないですか。もしかしたら今日私この後交通事故で死んじゃうかもしれないし、急な病気にかかって死んじゃうかもしれないしっていうのを考えると、自分が好きなことをいつまでもやっていたいなっていうのは思います。もちろん自分が好きなこと以外もやらなきゃいけない時はあると思うんですけど、その嫌なことばっかりやってても絶対楽しくないと思うので、いかにこう自分の好きなことをやってられるかっていう方法を考えて好きなことをやっていたいなっていうのは思います。新しい友達を作るコツ、これは私も本当に苦手ですコミュニケーション能力がめちゃくちゃに低くって、初対面の人ともうまく話せなかったりとか、昔に比べると減ったの減ったんですけど、すごく人見知りをしてしまうので、友達作るの私もすごい苦手なんですけど、こっちに来てから特に学校とかなんかそういうものがないので、自然と出会うみたいなことがまあある時はあるんですけど減ったなっていう風に思うので、でもそんな中でも今なんて SNS という素晴らしいものがあるじゃないですか。下手したら世界中の誰とでもつながれちゃうみたいな、もちろん SNS 頼りになるのもなっていうのは思うんですけど、私は結構こっちに来てから SNS からつながって、そっからちょっと話して実際に会ってみるとか、なんかそういうことが増えたので、それも一つの手なんじゃないかなっていうふうに思います。自分の顔で好きなパーツは消去法でおでこ。アルファッションで気になるカラーはありますか。私もブランドのプロデューサーをしているので、その流行トレンドカラーとかについても調べることがあるんですけど、2021年フェイスは結構ピンクとかイエローとかスカイブルーとか元気の出るようなカラーが結構コレクションでも使われてるらしくって、やっぱりこのご時世の中で多分みんな世界的にも気分というか気持ちがだんだん落ちてきてると思うんですけど、そんな中でそのカラーもの、元気の出るカラーを洋服とかに使って少しでもこう気分を高めようっていうのがいろんなブランドから押し出されてるらしいので、カラーものとかはすごく気になるなっていう風に思ってます。ただ私いつもモノトーン系の洋服が多いので、まあそのベースは多分変わらないと思います。モノトーン系も着ていくとは思うんですけど、その中でも小物でちょっと色物を取り入れたりとか、ワンポイントでちょっと明るめのカラーとかを取り入れていけたらなっていう風に思ってます。将来の夢はこれから挑戦したいこと、これもたくさん質問がありました。もちろんこの YouTube ももっともっとこれから30万人40万人といろんな方にこう発信していけたらなっていう風に思うんですけど、もう一つ私アベンモアっていうブランドをプロデュースしていて、昔からすごい私洋服が大好きだったので、何かしら洋服に関わる仕事はしたいと思っていて、去年夢が叶ってブランドのプロデュースをしていて、今でもすごくたくさんの方にアベンモアを知ってもらって、実際にみんなに来てもらってっていうことも増えたんですけど、もっともっとやっぱり大きくしていきたいなっていう風に思ってます。今はまだネットしか販売できていないので、実際にみんなの手に取ってもらって目で見てもらってお届けしたいなっていう気持ちもあるので、やっぱりお店を出したいっていうのもあります。であとはこれ私いつも通ってる小顔矯正の先生と話してた時に聞いたんですけど、ワーホリっていう、ワークホリデーって言って1年間海外に行って働いてっていうことができるみたいなのを聞いたんですよ。で私ワーホリの制度、なんか言葉は聞いたことあったんですけど、そういう内容の面では全然知らなくって、その話を聞いた時にすごい楽しそうだなってめちゃくちゃ興味を持ちました。でその先生にもすごくおすすめしてもらって、あ行きたいなっていう風に思ってます。まあ、ただこの状況ではあるので、今すぐやれることではないし、現実的にもいろんなことを考えなきゃいけないと思うので、しっかりと考えてからワーホリしてみたいなっていう風には思ってます。シュナタンの全てがスコ、私もみんなのことスコ。シュナタン今周りの子に布教してる、ありがとうございます、嬉しいじゃんじゃん布教してください皆さん。
己肯定感上げる方法を教えてください。この質問も結構あったかな。さっき の自分に自信がない時どうしてますかっていうのに結構似てるんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど、自己肯定感っていうのは何だろうって改めて調べた時に、自分をいかに高く評価できるかみたいな、認めてあげるかみたいなニュアンスのことが書かれていて、なんか結局人間って自分の気持ちも大事だと思うんですけど、大きく言ったら共同生活じゃないですか。一つの地球っていうのに、すごい話でかくなってますけど、一つの地球っていうのにもう何億人ともいう人間がいて共同生活してるわけですよ。そりゃ他人からの評価って絶対気になると思うんですよ。いくら人と比べないでおこうとか思っても、絶対に他人から認めてもらえたらすごく嬉しいし、自分以外の人間からの見られ方っていうのをすごく気にしてると思うんですね。だから人から認められた時に自分の価値を見出すっていうか、見つけられると思うので、さっき言ったように自分の理想になっていくのもいいと思うんですけど、明確にこう理想がない人とかだったら、多分何からやったらいいかとかさっぱりわからないと思うんですけど、その中でも自分の自己肯定感を上げていくためには、友達でも仕事仲間でも家族でも誰でもいいと思うんですけど、尊敬し合えるような関係の人がいると自然と肯定感も上がっていくんじゃないかなっていうのは感じました。あとはなんかそういう環境に行くとか、例えば自分の得意なことを発揮できる場所に行くとか、必ず自分でもこういうのが得意だなとか、こういうのやっていて好きだなとかっていうのがあると思うので、そういうのを発揮できる環境に自ら行ってみたりとかすると、こういうの自分でもできるとか、こういうのすごい自分に向いてるとか、達成感も得られると思うので、そういう環境に行くっていうのも一つの手かなっていうふうに思います。それが見つけられないっていう方は、もうとにかくいろんなことにチャレンジしてみるのがいいかなっていうふうに思います。事務所の住所どこですか？概要欄にも貼ってあるんですけど、こちらになります。お手紙お待ちしております。アイスは世界を救うと思うのは私だけですか？アイスって必要不可欠ですよね。間違いないと思います。本当に精神の安定って感じですね。長所と短所たくさんあるんですけど、どれもなんか紙一重だなってすごい思ってて、一つ挙げるとするのであれば、考えないところと考えすぎるところかなって思います。さっき言ったみたいに、自分の中で引っかかるポイントが少ないなっていう、どうでもいいことに関しては、そのさっき言ったみたいに寝たら忘れちゃうんですよ。なのでそういう振り切れるところっていうのはいいところでもあるなっていうふうに思うんですけど、ただ自分がすごく気にしてしまうところ、いろんなことを勝手に頭の中で考えてしまって、でどんどん心配になってってっていう、なんか負のスタイルやるっていうか、そういうのに勝手に自分を陥れることがあるので、まあ、考えなきゃいけないことは考えなきゃいけないんですけど、そんなに気にしなくていいなっていうところまでめちゃくちゃ考えちゃう癖があるので、でそれを引きずるのでそういうところは短所なのかなっていうふうにも思います。兄弟いますか？3姉妹です。で、私はちなみに真ん中です。高校生のうちにやっといた方がいいことは、友達とたくさん会ってたくさん遊んでください。本当に今この状況ではちょっと難しいかもしれないんですけど、今学校行ってないので普通に社会人として生きてるんですけど、やっぱり高校生の時みたいに毎日友達と会って毎週友達と会ってみたいなことなんて絶対できないんですよね。それぞれお互い働いていったりとかして、自分のペースがあるし、でましてや私なんかこう上京してきて、地元の友達と今日ご飯行こうみたいな感じで気軽に会えない状況にいるので、もっともっと友達とたくさんいろんな思い出作って遊んでおけばよかったなっていうのはちょっと心の中で思ったりもするので、今いる友達を大切にしてめちゃくちゃ楽しんで遊んで思い出たくさん作ってください、ぜひ一番好きな香水教えてほしい。じゃん、こちらです。私ほんと香水好きなのでいろいろあるんですけど、最近はもうこのミスディオールのブルーミングブーケにめちゃくちゃハマってます。とにかくいい匂いです。ぜひ使ってみてください。友達関係で大切なことって何だと思いますか？さっきもちらっと言ったんですけど、お互いをこう尊敬し合える関係がやっぱり長続きするのかなっていうふうに思います。でもただ干渉しすぎないこと、ある程度の距離感は絶対的に大事だと思うので、どちらか一方がこう相手を干渉しすぎてしまうと、干渉された側はなんで私こんなにこの子に制限かけられなきゃいけないのとか、そういう感情が芽生えてきてしまうと思うので、ある程度の距離感は多分大事だと思います。あとはこれはその人の性格とかにもよると思うんですけど、価値観が合う人っていうのがやっぱり大切かなっていう風に思ってて、もちろん価値観が違う人と一緒にいることで新しく学べること、新しく気づけることもたくさんあると思うし、そういう存在もすごく大切だと思うんですけど、影響を受けやすかったりとかするとどんどんその人の価値観に染まっていっちゃうと思うんですよ。で、自分の価値観ってなんだっけみたいな、さっき言ったみたいにこう認めてくれる人、自分と価値観が同じでそうだよねっていう風に共感をしてくれる存在もすごく大切なのかなっていう風に思います。で、結局そういう人と一緒にいる時ってすごく話題
題も盛り上がって楽しいと思うし、価値観が全く同じ人を見つけるのはすごく難しいと思うので、ちょっとこの人と価値観似てるなっていう人とかとはたくさん話してみたりとかするとより仲が深まっていくのかなっていうふうに思います。足のサイズ25センチです。ポップアップとかする予定ありますか？20万人おめでとうございます。ありがとうございます。ポップアップはですね、なんとする予定がありました。やっぱこういうご時世なので、その中でポップアップするのはどうだろうっていう風に考えてですね、何度かそのチャンスを見送ってきました。でもポップアップをいつかはしたいなっていう風に絶対思ってます。コロナが落ち着いたらやりたいなっても思うし、さっき言ったみたいに実際に商品を目で見てもらってそれでお届けしたいっていう気持ちもあるので、もちろん考えています。なので状況が落ち着いてポップアップができるとなったらぜひ遊びに来てください。シナタンの考え方が素敵すぎて理想の女性とは何ですか？嬉しいです。ありがとうございます。これは男女関係なくなんですけど、やっぱり何かにすごく熱量を持って、で自分で行動を起こして頑張ってる人とかを見ると、やっぱりすごいなっていう風に覚化されるっていうか、やっぱりそういう人ってすごい輝いて見えるじゃないですか。キラキラして見えるなってエネルギーを感じるので、そういう人はすごい理想だなって思うし、すごい素敵だなって思います。転職ってどう思いますか？転職は当然のことっていうと語弊があるかもしれないんですけど、全然当たり前でいいことなんじゃないかなっていう風に思います。いろんなことにチャレンジして自分の本当にやりたいことを見つけれるっていうのもそうだと思うし、みんながみんなやりたいことをしてたら多分この世界も成り立たないと思うので、ある程度の我慢とかっていうのはどの職業でも多分必要になってくるかなっていうのは思うんですけど、本当に自分が向いてないなとか自分がやっていてストレスを感じてしまうんだったら、絶対にもっと自分に合う仕事を見つける方が自分自身にとってもいいと思うし、転職とかなんかそういうのは全然賛成というかいいんじゃないかなっていうふうに思います。何のカラコン使ってますか？最近はビビリングのチョコ、今日はこれチョコなんですけど、チョコとブラウン、名称が分かんないんですけど、ビビリングを使ってます。 YouTuber じゃなかったら何のお仕事してたと思いますか？本当に想像がつかないんですよね。昔から洋服がすごい好きだったので、そういうアパレル関係の仕事に就きたいなとは思ってたので、そういう仕事をしてたんじゃないかなっていうのは思います。尊敬する人、これはねずっと私変わらないんですけど、お母さんです。シナタン大事にしていることを教えてください。これは前に動画でもちらっと話したことあるんですけど、やっぱりありがとうっていう言葉は私は大事にしたいなっていうふうに思います。本当に些細なことでも感謝できると思うんですよ。例えばこのね、今私が朝これ頼んだんですけど、この飲み物一つでも本当に詳しくいきますよ。本当に詳しく言ったら、このストローを作ってくれる人がいて、このカップを作ってくれる人がいて、これユズストラスティなんですけど、このユズを作ってくれる人がいて、大元をたどるとこのスタバを作ってくれた人がいてってなって、どん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 、あ、感謝だな感謝だなっていう風になるじゃないですか。で、感謝の気持ちを伝えられて嫌な人って絶対いなくないですか？本当にありがとうって言われて、何やだみたいな感じにならないじゃないですか。そうだから、なんか日々小さなことでもそういうありがたさに気づけて、ありがとうって言葉に出さなくても心のどっかでありがとうってちゃんと思えるような人になりたいなっていうふうには思います。洋服はいつから興味持ちましたか？きっかけとか知りたいです。私物心ついた時からすごい洋服が好きだなってことに気づいたんですよ。本当に小学校とか小学校低学年ぐらいからなのかな、そっからもう私ずっと洋服が好きで、っていうのも小学校私私服の学校だったんですね。制服とかじゃなくて自分で私服で行く学校だったんですけど、その時から朝自分で、まあ、朝か夜か忘れましたけど、自分でコーディネート考えて、その時の自分なりのこだわりを持って洋服考えてましたね。例えば柄と柄を合わせるとか色をまとめるとか、そういうのが昔から好きだったので、だからちょっときっかけがねわからないんですよ。気づいたら好きだったっていう感じです。初対面の態度がどんな方に魅力を感じますか？同性異性どちらも聞きたいです。これも男女ともなのかなっていうふうに思うんですけど、どちらかというと私自分からこうベラ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 喋るタイプじゃないんですよ。割と話さなくてもいけるタイプなので、気によるんですけど、どちらかというと話してくれる人の方が私は合うのかなっていうふうに思ってて、でただそんな話してくれる人の中でも自分のことを永遠とバーって話してくる方たまにいらっしゃるんですけど、まあ、そういうことではなくて、すごいわがままになっちゃうんですけど、話題も出してくれつつ、自分の話も言ってくれつつ、で私の話も聞いてくれる、自分はこうだけどあなたはどうですかみたいな会話のキャッチボールができる人はやっぱり素敵だなっていう風に思います。私のこともちゃんと知ろうとしてくれてるのかなみたいな、そういう雰囲気が伝わってくるので、やっぱりそういう人が素敵だなって思います。今まで行った中で一番楽しかった国、私はタイが一番楽しかったかな。今まで韓国、タイ、上海、韓国、タイ、フィリピン、香港、上海、あ、どこまで行ったっけ
韓国、タイ、上海、香港、フィリピン、LA かなに行ったことあるんですけど、私はやっぱタイがすごい思い出に残ってるなって、その中でも特にやっぱなんかそのタイの人々もすごいあったかかったし、なんかいろんな体験ができたっていうか、タイってすごい物価も安いんですよ。だからその面でもすごくいいなっていう風に思いましたね。でも日本からもそんなに離れてないと思うので行きやすいなっていうのもあったし、もう一回行きたいなっていう風に思ってます。人生の楽しみは、これはなんか自分の中にある理想がはっきりと分かって、それをどんどん実現させていけてる時がすごい楽しいなっていう風に感じます。好きなタイプ教えてください。これは異性のタイプでいいのかな。異性のタイプだとやっぱり私はなんか面白い人、この前もちょっと話したんですけど、面白い人がすごいいいなっていう風に思いますね。一緒にいて気が楽とか気が合うとか落ち着けるような人がやっぱりいいなっていう風に思います。その中でもいざという時は男らしくこうなんか守ってくれるような包容力のある人とかはすごい素敵だなって思います。ちなたんが思う垢抜けとは、これねちょっと前に話してたんですけど、垢抜けって何なんだろうっていう風に考えた時に、変化することなのかなっていう風に思ってて、どういう変化でもちょっと前の自分と変化があると垢抜けだねみたいなことを言ってもらえることが多いので、そういう変化をつけることが垢抜けになっていくのかなっていう風に思います。10年後何してると思う？最近は言ったんですけど、ベンマはもっと大きくしていきたいなっていう風にも思うし、今こうやって私 YouTube で自分が出演して自分の口でこう発信してるんですけど、やっぱり YouTube ってどこまでできるんだろうとか、いつまでやってられるんだろうって考えた時に、おじいちゃんおばあちゃんになってもやろうと思えばできると思うんですね、誰でも。でもいつまででもできるからこそ終わりが見つからないっていうか、本当にこの先何が起こるかわからないなっていう風に思うので、自分が表に出るのももちろん今は好きでやってるので、まだ続けていきたいなっていう風に思ってるんですけど、いずれかは裏方に回るっていうか、自分でプロデュースするみたいな、今で言うとアパレルのプロデュースしてるんですけど、それ以外にもいろんなことをプロデュースしたりとか、そういう風になっていけたらいいのかなっていう風には結構考えることはあります。ちなたんの小さい頃の写真見たい。じゃん。生活してる中でこれ嫌だなとか苦手な作業は何ですか？圧倒的に私は掃除が苦手です。本当に苦手。もうね、今一人暮らしなのでなおさらなんですけど、やっぱ誰にも見られないじゃないですか、別に。だからもうどんどんね、部屋が汚くなっていっちゃうんですね。今引っ越したばっかりなのでマシなんですけど、気を抜くとね、すぐ汚くなっていくので、そこは気を引き締めて頑張っていきたいなって思ってます。おすすめのスキンケア、じゃん、こちらラグムのディープモイスチャークリームです。これはもうマジで最近めちゃくちゃハマってます。必ず使ってるんですけど、今この時期は乾燥がやっぱとても気になるので、私も結構乾燥肌ですごいカサカサになっちゃったりとかするんですけど、これをねいつも夜お風呂上がってスキンケアして一番最後にこれ塗るんですけど、本当に塗ってる時からなんかもう肌がすっごいツルツルになるんですよ。本当に毛穴どこ行ったみたいな感じになるので、でしかもすごく保湿力も高いので、これ塗った次の日の朝起きても全然乾燥気にならないし、肌もすごい柔らかくなるし、トーンアップもしてくれてるような気がするので、これめちゃくちゃおすすめです。ロフトとかで買えるんですけど、ぜひ皆さん見てみてください。通販でもあると思います。自分をぶれないようにするために心がけていることはありますか？私も人間なのでもちろん影響は受けます。どちらかというと多分影響受けやすい方なのかなっていうふうに自分でも思うんですけど、それで考え変わったりすることもあるんですが、やっぱ自分の直感は大事にしたいなって、自分の直感で行動したりとか、自分が思った直感を大事にしたいなっていうのはあって、性格上の問題もあるんですけど、割と頑固な性格も持ち合わせてるんですよ。そう、だからなんか一度決めたことは崩したくないみたいなのも心のどっかであるので、なんかそう思えることに関しては本当にブレない、ブレずに自分の意思を貫き通したいなって思うし、あとは今やっぱ SNS とかがすごく派生してるので、なんかそういうのをいい距離感で付き合っていくのが大事かなっていうふうに思います。やっぱり SNS を見てる中でいろんな情報があって、真逆の情報を伝えてる人もいたりとか、なんかそういう中で一個一個に対して過敏にこう反応して、あそうだな、あそうだなとかってなってると、まっすぐ生きれるのがずっと寄り道してっちゃうと思うので、もちろんある程度の情報は得ることは大事だと思うんですけど、難しいんですけど、どんだけ受け取るかみたいな、そういうバランスを自分でコントロールできていくと、ちゃんと自分の考えもはっきりしてくるのかなっていうのは思います。眉毛と目の間は何センチ、何センチですかね。じゃん、こちらにメジャーがあります。測ってみますか。どうやって測るんだろう。てっぺんでいいのかな。ここから、ここです。何センチ、これ1センチいかないぐらい、0.8 ぐらいですか。 0.8 センチです。この情報言いますか、本当に。見た目のタイプ、異性のタイプで
いいのかな。さっきは中身だったんですけど、見た目はでも結構私が、あ、なんかこの人雰囲気好きだなとかかっこいいなって思う人は大体鼻が結構高くって存在感がすごいちょっとあって、で割と目は近めな人なのかな。大体なんか雰囲気好きだなとかって思う人はみんな鼻の存在感があって目がちょっと寄ってる人かなって思います。はい、というわけでこのような感じで質問コーナー以上となります。本当にたくさんの質問ありがとうございました。まだまだね質問もらってたんですけど、ちょっと全部にはお答えできないので今回はランダムで選ばさせていただいたんですが、なんか私の考えてることとか私ってこういう人だよみたいなのが少しでも伝われば嬉しいなと思います。そして改めまして何度も言いますが、チャンネル登録者数20万人突破本当にありがとうございます。本当に好きなことをただただ発信していく中でいろんな共感を得てもらえたりとか、私のこういうスタイルが好きとか言ってくれる方がすごい多くてですね、普通に生きていたらこんなことって絶対経験できないと思うので、今のこの瞬間、ここ4年間ぐらいですか、もちろんこれからもまだまだやっていくんですけど、この4年間は本当に自分の人生の中でも大きく人生が変わったことでもあると思うし、自分の人生の中でも確実に今この経験っていうのは大事だなっていうふうに思うので、そういう経験ができているのも皆さんがいるおかげなので本当にいつも感謝しかないです。ありがとうございます。もちろんまだまだこれからもね頑張っていきたいなって思っているので、よかったらぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。Don't you worry, 'cause we still got a chance. Baby, don't lose your